皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is Haikyuu number 6. Time for some fun. Let's go! あれ、帰りは穏やかですね。あ、すみません。You'll see when we get there.おうおうおう、子供にぶつかってんじゃねえよ、影山。顔怖えな、おい。お兄ちゃん怖えよ。あ、この黄色い字幕を直そう。お、来たやん。わざわざここに来たんか。特訓ですか？もっと有能なさセッターなりたいと思ってるのか、影山くん。これ鵜飼のおじいちゃんだっけ？伝説の監督じゃないですか？なんで？そっか。お、これって特訓モンタージュの時ですか？影山は青葉城さん行って及川さんに、僕はどうしたらもっと思いやりのできるセットだができるのか、僕全然自分の部下たち、部下自分のチームのやつらのポテンシャルを引き出すことわかんないです、教えてくれって頼みに行ってるんですよ。同時にですね、基礎のスキルが足りないこちらの日向は、鵜飼監督にわしを化け物にしてくれよって頼みに行ってんだ。ただのスーパーサイヤ人じゃ足りねえんだよ。わしはスーパーサイヤ人ゴッドってやつにならなきゃいけねえんだよってなってるんですよ。要はビリズだったっけな。悟空がさ、ビリズって言うんだっけ、ビリズ、あー悟空、なんかドラゴンボールで誰だったっけ、青の、忘れた。そういうわけなんですね、コーチ。飛んだやん。コーチ怖えよ。怖えよ。顔が怖いやん。怖いや。お、小さいからいいんです。飛脚力はいいんですよ。たとえどんな天才セッターが相手だろうと、速攻という攻撃において絶対的指導者はお前だ。おい、こんな自分の暴力が来ませんよ。おいかさん、何してるんですか。おいっ子の付き添い。おーす。部活は、うちは基本月曜はオフなの。週一で休みか、もったいない。休息とサボりは違うんだよ。じゃあ。おいかさん、嫌だね。ベーグ、ベーグ、アキベーデ。まだ何も言ってねえよ。おいかさん、聞こえない。なんも聞こえない。お願いします。来ちゃいました。やはりわしの言う通りじゃ。敵じゃねえよ。
一人間として後輩として、ちょっと来た、強引なお願いやな、おい。でインスタにアップするんだね。出せ。言われてんぞ。振られたんや。へえ。何がいけなかったんだろうな。気になるわ。あんた人気なん。それな、それな。ポテンシャル出すってねえんじゃねえか、もしかしたら。きたー、言われてんぞ。ほう。それを理解できないな。お前は独裁の王様に逆戻り。行くよタケル。なんか言うことがすごい厳しいね。でも鵜飼監督と同じこと言ってんな。攻撃する人に攻撃手段があるっていうわけだ。おい、ブルテンじゃん。使えないや。チビスケ、どうしたんや。お前しか行けないからな。で、こいつが行こうとしてるところに影山は投げてんだもんな。確かにそうだね。こいつがジャンプしようとしてるところに。厳しそう。どこ中なんだよお前は。小学生用の高さかな。ちょっと背が高くなった気分。そうだよね、ちょっと高さが違うんだよ。ネットサード来た。おお、これ俺がやってたやつだ。サードファーストセコンドとかよう言ってたわ。俺たちもテンポって言わなかったけど、いた。どっちかな、後ろかな、前かな。速さってこと。おお、速くなったね。トスが違うの？その角度が違うんでしょ？はあ。なるほどな。走りのスピードの話や。
だからこいつはずっとファーストテンポやってるわ。だからファーストセカンドサードできるようにならないと。なかなか理解できたよ、おじさん。エンジン速攻がどんな必殺技だか知らねえが、これだけは絶対だ。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはねえんだよ。できた、なんか角度が。ほんで目がはぁってなったな。影山呼んでくんの？変な人やな。影山呼んでくるのかな。まあビーチバレーボールではたくさんの違うスパイクあるんだけどね、2人でやってるからね。6人対6だからな。早くないとなかなかダメなんだよね。それで影山呼んできてんだろうな。みんな K 乗ってるね。きたー、よかよか。でも影山もそれを考えていた。やば。今学校に向かう途中ですけど。体育館の点検終わってねえかなと思う。後ろにいるんだよ。やば。ハウリング。待てや。だから。ピューっていくじゃんじゃなくて、ピューっていくやつね。はいよ。お前自身がてっぺんで戦うためには、その根っこになる基礎から鍛えなきゃいけない。おお。これからお前は速攻を打ちまくる。足りない練習量をひたすら補い。じゃあ。おお、来たな。こっち。ちびすけの当面の課題は。とでもファーストでもな。トーク。ちゅ、ここなんだよね。え、寝てる時もとか言ってるねんな。なんかすげえんだけど、よくわかんないわ。なんかめっちゃなんかスピリチュアルになってるね。俺を感じろ。てかタバコ吸うなよ。それだね。ハンタイムやってほしいねんな。それ結構近く行かないとダメなんだけど。マジむずいと思う。
しいトスに 100% 答えているか、答える努力をしたのか。できるさ。なるほどな。これでみんな進化していくんや。おい、歩き方やろ。いや、痛えやろ。死ぬって。うわ。はい、それ以外でやれって。敵として。どうしたん？心配したやな。何してんや、踊ってるな。いつものことです。心配すんなって。心配したな。でも気にするんじゃな。え、おう。すごい、お前飛んでくるね。でついてるけど。ついてるけど。朝日も。まあ俺も中学校の頃からジャンプサーブとかやってたからな。一番俺の好きなサーブはジャンプじゃないんだけど、中学校でもみんなジャンプサーブやるよね。A チームでは、まあ、みんなじゃないかな。でも大体みんなできるはず。でもわざわざする人は半分ぐらいかな。みんな自主練やってんな。よし、今ほんまにモンタージュの頃だね。みんなレベルアップせなあかん。戦闘能力上げないと。これとかめっちゃ普通やからな。リンクの攻撃。逆にこれがほとんどかなと思っちゃう。シンクロ攻撃とか一番基本じゃないかなと思ったんやけど。やば、言われてるぞ。ってことは名前が欲しかったら頑張れってこと。おお、入った。まあね、影山に主導権を渡したらあかんね。うわ、なるほどな。ええ、アドバイスやと思うわ。こんななんか個人トレーニングとかめっちゃ欲しかったわ。月ちゃんもうなんかやってるのかな。うざかったんだろうな、月ちゃんもさ。ジャンピングセットね。まあ基本的にチームの誰でもセットをできるけど、セッターが一番うまいっていうのは約束だよね。
だってセッターが1ヒットを取ることもあるから、それで他の人が取らないといけないとか。うまいわけじゃないんだけど、みんながとりあえずつなげないといけないんだよな。と思い出すわ。ひたすらみんなセットとか。いやー楽しかったな。あと鬼筋トレさせられたな俺たちは。あのクロスフィットがまだ流行ってない頃で、クロスフィットをやってる人たちが監督だったから、だから絶対クロスフィットやってたわ。おい、おいしそうなスナップマムあるじゃん。彼昇格なの？チビ太郎。やられてこい。言ってますね。おお、なんじゃい？キル、え？あー、そっか。あの、違う距離で。へえ。そっか。でも休息を入れないとあかんよ人間って。マジ死ぬやろ。いやー、このアニメ見たら続きめっちゃ気になるんだよね、毎回毎回。ダンタダンタダン。てか今日暑っ。この部屋今朝の9時半やけどさ、24度、やっば。ごめん、24度全然暑くない。何言ってんだ俺。オフィス30度。そっか、違う部屋の温度を見てたわ。30、さすがにそれはきついな。きついわ。はい、つけた。今から仕事せなあかんから。いやー、ゆうべがさ、猫が、まあ本当だったら、まあ、今日は金曜日の朝やけど、本当だったら木曜日に金曜日と土曜日のものを全部撮るんだけど、スケジュール的に。木曜日の夜ね、もうとんでもない猫トラブルが起こって、何時間もそれを対処しないといけなかったから、結局撮れずに今日は朝5時半かなんか起きて撮ってます。あ、ちょっと眠い。でも金曜日は俺の仕事一番楽な日やから。あれ、みんな打てへんのかよ。気になる。あ、やっぱり。 おいおいおい、ちょっと見た、ちょっと見た。おい、 OP で、 OP じゃねえわ、 ED だよ。 ODD でもねえよ、予告だよ。月ちゃん、月の明かりで練習してたな。あいつ何練習してんのかな。もっと A ブロッカーになるための練習してんのかな。やっぱりね、あいつは自分頑張ってないように見せるのが好きやけど、あいつ月でやってんだからな。月で、月で。なんかちょっと日本語が怪しいんだけど、影山くん、月山、月山だったっけ、月島だったよね、が影で練習するって
名前がするんだけどね、影山って全然みんなの前で練習してんだもんね。月ちゃんだけだよね。まあいいや、とりあえずあいつも頑張ってねんな。うん、気になる。次のエピソード気になる。ではでは、Until next time, goodbye. おおきに。